エンジニアです。まあ、プログラマーですね。で、ここに関してはちょっと図を見てほしいんですけど、まず難易度星3つで、予想収入っていうのが、まあ、半年ぐらい勉強したら、そしたら月収2、30万いけんじゃないかなっていうぐらいで、あとは、求人探しに関しては、独学後に求人サイトを使うといいかなっていう感じですね。で、これちょっと順番に解説しようと思うんですけど、まず一つ目は難易度ですね。で、難易度に関しては、まあ、エンジニア難しいとか、プログラマー難しいよっていうふうに言われてると思うんですけど、まあ、プログラマーとかって言って、まあ、いろいろピンキリというか、まあ、業界によっては全然難易度変わるしっていう、まあ、そういう感じなんですね。まあ、例えばなんですけど、まあ、当たり前の話として、地方のウェブ制作会社に就職する場合と、Facebook に就職する場合だったら、もう全然難易度ってもう雲泥の差って、まあ、もちろんわかるわけじゃないですか。だから、僕は別に Facebook が偉いとか、地方のウェブ制作会社がしょぼいとかって、そういうふうに言うわけじゃなくて、それぞれターゲットとしている、顧客層が違いますよね。Facebook とかだったら、もう最新の、まあ、なんかテクノロジーを作り続ける会社じゃないですか。だから、ああいった場所に就職するんだったら、本当に高いエンジニアリングスキル求められると思います。でも一方で、ウェブ制作の中小企業の会社とかだったら、そしたら、まあ、地方にある、その、会社のウェブサイトを作るみたいな、そういう仕事じゃないですか。そしたら、その業種に対する理解だったりとか、その地域に対する理解みたいな、まあ、そういったその、ローカル的な地域、まあ、ローカル的な知識か。まあ、そっちとかも結構求められると思うので、だからまあ別に僕はどっちでもいいと思うんですよね。で、その際に、じゃあどんな感じで、その、プログラミングとか、まあエンジニアっていう仕事を考えていけばいいかっていうと、やっぱりその、どこが一番自分にとって楽しいかっていう、そこが一番重要だと思います。で、僕の場合は過去の動画で何回も言ってるんですけど、やっぱりそのゴリゴリのエンジニア職っていうよりも、僕はどっちかっていうと、まあウェブデザイナーじゃないですけど、ウェブ制作寄りというか、自分でコードを書いて、それで、なんかページを更新するとそこがこう入れ替わってるというか、まあ僕はなんかそういう、まあ UI、UX とかっていう、まあそういう分野とも言われたりするんですけど、そういうのが好きだったんですね。ここにボタン設置するとクリックされやすくなるよなとか、あとこういう風に、読者を誘導したらこっちに流れるんじゃないかな、みたいな。まあそっちが僕は好きだったんですね。まあだからそこは皆さんにお任せなんですけど、まずやってみて、ここ結構面白いじゃんっていうふうに、もしちょっとでも面白い感じたら、その時点でめっちゃ勝ち組だと思ってください。勝ち組ってどういうことかっていうと、やっぱ楽しいと普通に自然に続くじゃないですか。だから、無理してプログラミング学習している人と、結構楽しく作業している人、勉強している人、まあそれってもうずっとこう差が開き続けるというか、やっぱり楽しいに越したことはないというか、楽しいって最強なんですね。だから第一段階としては、その楽しい場所を探していく。プログラミングって言っても幅広いので、まあいろいろ手をつけてみて探してみましょうって感じですね。じゃあ続いて、予想収入について話したいんですけど、まあとりあえず半年ぐらい独学とか、まあスクール行くでもいいんですけど、勉強するとして、そこからまあみんな見習いのエンジニアみたいな感じで就職するとして、まあ月20万ぐらいかなっていう、まあそれぐらいだと思います。まあただ、その後に2、3年ぐらい経験積むじゃないですか。で、もし興味ある方いたら、フリーランスエンジニア求人サイトみたいな、そんな感じで調べると、都内とか、まあいろんな全国のフリーランスエンジニアの求人が出てくるんですね。で、大体単価見ていくと、まあ月50万、60万、70万。まあそれぐらいで、大体常駐案件っていう感じで、その会社に、通いながら、なんていうんですか、働くみたいな、そういう形態なんですけど、完全リモートではなくて、会社に行かないといけないんですけど、でも、それでも5、60万の案件ってめちゃくちゃボロボロいっぱいあるんですね。まあ、世の中でエンジニア稼ぎやすいとかって言われてるじゃないですか。で、それってまあ実際、事実として本当だと思います。気になる方は、その求人サイト見れば全然出てきますね。という感じで、じゃあ続いて、求人の、初心者向けの求人探しについてもう少し話したいんですけど、結論エンジニア就職するんだったら、まずは独学しないと厳しいと思います。まあ、スクール行ってもいいんですけど、まあ、まず僕がおすすめするのは無料で一旦独学してみて、で、楽しいと思ったらそのまま無料で行ってもいいですし、無料で独学してみて、ちょっと楽しいなと思ったらそこからスクールに課金するみたいな。で、基本的にあんまりやらない方がいいのは、いきなりスクールに課金しちゃうっていうケースですね。で、それやってしまうと、好きか嫌いかも分かんないので課金しちゃうと、お金払ったから頑張んなきゃみたいな、まあそういう風になっちゃうじゃないですか。でもつまんないのに勉強を続けるのって結構しんどいので、だからまずは無料でやりましょうと。で、その際に、じゃあ、どんな感じでステップで始めていけばいいかっていうと、そこも一応、プログラミングの始め方っていうセミナー動画ですね。それ概要欄に貼っときました。で、そこから、独学を、まあ、3ヶ月ね、半年ね、するじゃないですか。で、僕、個人的には3ヶ月ぐらい経ったら、そこから、求人を探していくといいと思うんですけど、求人を探す際のコツとして、まあ、こういう言い方はあんま良くないかもしれないんですけど、あまり上を見ないというか、もう、低い、なんか簡単な、給料低くてもいいから、とりあえず就職するみたいな、そんな風な方が成長しやすいと思います。なんでかっていうと、家でずっと独学するのと実際に現場に行って仕事するのってもう成長の速度全然変わってくるんですね。まあ、だから僕はなるべく早く就職しましょうっていうのをお勧めしています。
で、あと、プラスアルファで、これもよくある相談なんですけど、いきなり未経験でエンジニア就職って、まあ、正直難易度高い場合も多いんですよ。基本的に未経験雇ってる会社って意外と少ないので。で、その際に、じゃあ、どういう、キャリアがいいかっていうと、まあ、僕が思うに、最初 IT 企業の就職でもいいんじゃないかなと思っていて、それこそ、IT 企業のカスタマーサポートとかですね、こういった場所だったら、結構その、未経験でも雇ってる会社多いんですよ。カスタマーサポートとかって研修すれば結構すぐ覚えれるじゃないですか。まあ、だからそういう場所から最初入っていって、そしたら IT 業界まで行けますよね。そしたらその IT 業界の中で人脈とかその交流増やせると思うので、まあ、そこで徐々に情報収集しながら、あと、IT 業界っていうのは幅広いので、まあ、だからそこからまたエンジニア目指すでもいいですし、あとは IT の中の別の業種を目指していく。まあ、それでも全然ありだと思います。で、その際にカスタマーサポートって聞いた時に、まあ、要するに顧客対応じゃないですか。で、顧客対応なんてなんかしょぼいみたいな、そういう風に考える方いるかもしれないんですけど、まあ、そこも結構勘違いなんですね。で、気になる方いたら Amazon とかでカスタマーサクセスっていう風に調べてほしいんですけど、要するに今っていろんな世界中の IT 企業ってカスタマーサポートをどうやって効率化していくか、どうやって顧客がこうお問い合わせしてきた時に、まあ、効率対応するだけじゃなくて顧客の満足度を最大限に上げるかみたいな、まあ、そういうのめちゃくちゃ研究されてるんですね。まあ、だから、まあ、世の中的には例えばエンジニアと顧客サポートだったらエンジニアの方がすごいみたいな、まあ、こういう風潮あるかもしれないんですけど、僕全くそんなことないと思っていて、カスタマーサポートとか顧客サポートでもここ極めてる人ってめちゃくちゃ重宝されるし、むしろ多分エンジニアとしてガリガリに優秀な人って顧客サポートの分野とか多分来ないので、まあ、意外と競争緩くてこっちもいいんじゃないかなみたいな、まあ、そういうのもあるんですね。まあ、だから、襟好みせずに一旦その環境に飛び込んでみる、これもおすすめですね。